みったんかなたん、ぱよぱよー。ぱよぱよー。かなたんは以前大人の女性になるためにバルサミコ酢を持ち歩いていたそうですが、最近は何かやってますか？これ何ですか？どうした？かなたんどうした？あのですね、うん、私の大人の女性のイメージがありまして、うんうんうん、教えてください。はい、あの、黒木ひとみさんみたいな。ああ、もう相当大人ですね。はい、うんうん。あの、青山を、こう、犬を連れて、ファンを巻いて、こう、なんか、あの、バルサミコ酢を持って歩いてるような。バルサミコ酢持ってないよね。おかしいよね。いやいや、でも、うん、あの、バルサミコ酢っていう響きがなんか大人っぽいじゃないですか。バルサミコ酢実際、はい、なんか、ね、サラダとかかけて食べたことあるんだよね。あんまりないんですけど。ないんだ。わかってないんだ。でも、うん、なんかこう、なんだろう、常備していたら、うんうん、きっとすごく大人っぽく見えるんだろうなっていう。なんかさ、タバスコ持ち歩くみたいなさ、マイタバスコみたいなさ、なんかそうですね。そういう感じに聞こえるね。マイバルサミコ酢。へぇ、本当に持って歩いてたの？ですね、うん、持って歩いていたというか、うん、そういうイメージだったので、うん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 、なんだろう、そういう風になってしまったんですけど。なんで、今何かやってることあるんですか？今、とは言ってもね、もう、だって年明けには二十歳に、ね、なるんだもんね。そうなんですよ。うんうん、もうなんか追いつかないですね。二、う、十、ん、歳っていうと、こう、うん、なんだろう、すごく大人なイメージがあって、だろう私、うん、このまま二十歳になれるのだろうかっていう意外と何もしなくてもなっちゃったりするから、ね、かそうそうで後で焦るんだよね。わかるわかる。なんか年相応ってなんだろうみたいなね。すごい思う。わかるわ、うん、すごい。いやでも美香子さんみたいになりたいです。ええー、なんかこうなんだろうな、なんだろう、ふわふわーっていうこうなんかこうマイナスイオン的なものが出ているじゃないですか。え、ほんと、かなちゃんのがめちゃめちゃ出てると思うよ。いや。へぇー、ほんとに、うん、そっか、はい。そんな風に言ってもらえるなんて、じゃあ私ももう張り切ってね。張り切って。あと2年で30になるというタイミングなので、ちょっと頑張らなくちゃいけないね。いや。あの、マイナスイオンを出しつつ、大人になるっていうね。はい、青山を。青山を、はい、カッポできるように。そうですね。そうか。歩きましょう、一緒に。ああ、ほんとだね、はい。ファーを巻いてね。ファーを巻いて。あれがモフモフの由来なんだもんね。そうです、モフモフです。そうだよね。うん